きっとトモッコたちオーガポンに復讐しに行ったんだ。鬼はお面の力で戦うって言われている。お面を持っていないオーガポンが今襲われたら負けんじゃない。助けに行こう。ワイド選手くん、そんなポケモン放っておくんじゃ。さあパルディアへ帰ろう。オギの博士黙っててください。私も同じ気持ち。でも手分けしないと。あんたはオスレアナにオーガポンを助けに行って、私はお面を直しに一旦家に戻る。お面とかけらいい？愛の選手は全員に緑の面と結晶のかけらを預けた。ありがとう。おお、愛の選手くん、いいからもうパルデア地方に帰ろうじゃないか。愛の選手くん、これパルデア地方帰れんのかな、この状況で。ああ、これ帰れる。今帰れちゃうよ、こんな状況でも。さあ帰るんじゃ、愛の選手くん。ダメですよ、大木戸博士。今帰るわけにはいきませんって、大木戸博士。もうちょっと見ていきますか。大木戸博士。おお、行くのか、愛の選手くん。そうか、そうか。君は、とことんお人よしじゃの。大木戸博士、行きましょうよ。村の人は困ってるんです。オーガポンだって困ってるんです。わしは困っていたのに、見捨てたのにか、愛の選手くん。すいません、大木戸博士。だってうるさかったんですよ、大木戸博士。このわしのことうるさいと。まったくもって失礼なクソガキじゃの、愛の選手くん。すいません、大木戸博士。山に置いてったこと、そんなに恨んでるとは思わなかったんです、大木戸博士。恨むに決まっておるじゃろ。わしは、お主に復讐計画まで、クワガタ出たのに、お主は、その復讐さえも聞かんかった。わしは、お主が憎い。憎いったら憎いぞ。すいません、大木戸博士。でも僕は行かなきゃいけないんです。鬼ヶ山ついたぞ。愛の選手くん、どうしても行くというのか。じゃあ仕方ない、わしもついてってやろう。わしは奥義の博士。まあ何か困ったことがあれば何でもわしに言ってみなさい。今困ってるんですよ、奥義の博士。あ、石とかいっぱいある。愛の選手くん、そんなに骨を拾ってどうするんかの。うん、そっちは危険だから入らないようにと言われていたがの、わしチクっちゃうからね。大木戸博士やめて。あ、いた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 。やばい、オーガポンが襲われてますって、これ。